心からのガッツポーズです。はい、どうも、日立のシムです。はい、今回も一番館に来ちゃいました。ここは大宮店ですね。習志野店もあるけど今回大宮店来ました。久々だね、カズヘに会うの。久しぶりだっすね。ねえ、なんかちょっと痩せたね。ちょっと絞りました、ね、ちょっと絞っちゃったね、はい、まあそれはいいんですよ。今回も例のね、あれがあるということで、あれですね、あれがあるんですよ。なんでちょっと今回ね例のブツを持ってきました。これね、あのガチガチのガチガチのがなんかガチガチの私のリール、これなんてあのよく使ってる動画で動画結構出てきます、ね、うん、メタニウム DC ハイギア、はいはい、こちらとこれもね持ってるんですよ。軽かったコンクリート DC200、はい、これもねたまに使ってる動画で、これガチガチのあのやつ例のあれがあるから、そうですね、うん、こういう時だからこそ売ってお得にね。ちょっと機材のトラブルもありましたね。そう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 知ってるね。なんでね、まあ、こういうルアーこのも、そうそう、こういうの、これいくらになるかね。結構いくガチガチですからね。逆に言うと俺これ売っちゃったら、はい、ビールないんすよ。だからちょっともうここで買っちゃおうかなみたいな。錬金術ですね。錬金術じゃあ本物の錬金術を今からねお見せします。よっしゃ、行きましょう、行きましょう。よし、ちょっとマジで楽しみっすね。真面目に楽しみだわ。今までの企画の中で一番ガチ、はい、ガチ一番本気本当にお金に困ってます。シンプルにシンプルにノーマネでフィニッシュした感じだから、マジで一番館さん頼むって感じ。財政難です。財政難です。日立の財政難です。店長、はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。いや、店長に会うのもね、今年初っすね。もう3月ですけどね。あ、そうだね、3月です。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。まあそれはそうとなんです。例のあれがあるということで、ちょっと例のブツを、あ、今回もいっぱいありがとうございます。ちょっと見ればわかる高いやつ、はい、これをちょっと日立の財政難でして、はい、いい感じに変えてってほしいなと。ありがとうございます、はい、任せてください、はい、その例のイベントとは、例のイベントとはまたやっちゃいます。はい、買取 20% アップキャンペーン始めます。 20% アップ、始まりましたね、ついに。 5% 10% じゃないです、 20%、 20%、うん、やばいっすね、やばいっすね。これいつからなんですか。3月の20日から、4月の10日まで。 3月20日から4月10日。ほいほいほい。それ大宮店だけですか。ここは大宮ですけど、はい、普通の大宮店とですね、習志野店も同時にやりますので、はい、ぜひそちらにでもお越しいただければ。おお、なるほど。じゃあ大宮、習志野どっちもキャンペーンやりますということですか。そうですね、はい、20% アップ。 20% アップ、全商品、全商品、それに関わる全て。そうですね、もうロットもビールもルアーも小物もで、ボード用品も全て、対象の商品は 20% アップでさせていただきます。たまんねえなおい。でもニヤニヤしてますよ。たまんねえなおい。いいんすかそんな。大丈夫です。大丈夫ですか。いやー、じゃあちょっとあの俺のむちゃくちゃなお宝なんでこれ、はい、よろしくお願いします。回りました、はい、任せてください。じゃあちょっと我々はパトロールしますか。そうですね、久しぶりなんで、ね、調査しよう。調査します。 OK。 これ増えたのかな。今品物変わってますよ。品物変わってるかな。あれっつって、あれ、これこれ、あれあれ、お、なんかちょうど来た、ちょうど来たよ。ちょうど伝説のシーンじゃないですか。伝説の圧倒的巨大よ。これね、でも1月4日恒例ですからね。恒例の、うん、日立の恒例。今回ちゃんと釣れてるか釣れてないかちょっとね、まあ、動画見てない人は見ていただいて、今回はね、あのリールを買わせていただきましょう、はい、まあいいのあればですけどね。そうですね、いいのあればだけど。でも買わないとリールないですからね。そう、ないこれ、リールないと釣りきなくなっちゃうから。いやー、ちょっと今日買わないとやばいよね。そうっすか、うん、買いましょう。買っちゃいますか、これ。なるべく新しいのがいいかな。ああ、はい、うん、なるべく新しいの。新しいのだと結構ハイエンド目の方がいいんですよ。そうそうそう、世界の日立のなんで。ああ、そうだね、そうだね。世界の言っていいのかな、そのキャッチフレーズ。あの日立の釣りチャンネルなんで。キャッチコピー言っていいのかな。これ事前に開けてもらってますんで。ああ、はい、普段は開いてないです。普段は開いてない、さすがに。まあ、これとかね、本当はね、すごいいいと思うんですよね、これ、スティール CT。ああ、はい、うん、ただね、これ、8.1? ああ、はい、めちゃめちゃぐるんぐるん速いんで、ぐるんぐるん速いから、さすがにこれ、これスタンダードなの今欲しいんですよ。ああ、なぜかっていうと、リールがないから。リールがないから。うん、いきなりね、内物リール買っても、巻き物できなくなっちゃうから。何でもできるリールが欲しいんですよ。そう、何でもできるリールが欲しいんですよ。
これ内物だったらいいんですけどね、はい、うん、これいいんじゃない。これ20m、うん、ハイギア、またハイギアですけど、ハイギア、でも7.1 なんですよ。おー、 8.1 じゃない、ちょうどいいハイギア、ちょうどいいハイギア、うん、内も巻きもできるよみたいな、オールマイティーなやつ、オールマイティー、うん、しかもね23,000、お、安いんですよ、全然綺麗だよね。まあその辺の機能使ってるうちにも、しかもあそこの、女の人が多分これ、はい、リールメンテしてましたね。メンテしてるから、まあ、一番カーさん綺麗にリールやってくれるから安心して買えるよね。これ買っちゃおうかな、早いかな査定聞いてからにする。そうです、だって金額次第じゃん。そうですね、俺財政難なんでそもそもでその金額次第じゃん。はい、じゃこれ候補ね、候補1、候補、まあ本当はそれこそね、世界のって言うんだったらこっちで、まさにまさにまさに、まさに世界のリールから書いてありますからね、書いてありますから、書いてあります、うん、世界の、あ、違う、これ 6.3 だ。お、ノーマル、ノーマル、ノーマルなんです。ただね、俺ね、すげえ贅沢なんですけど、はい、ちょっとハイギアが欲しいです。わかる、わかります、ノーマルよりちょっとハイギアが欲しい、はい、どっちもやりたいです、かすみは。内もやりたいし、巻きもやりたいし、で、まあこれも候補する。そうですね、これも候補。はい、というわけでなんか査定が終わったみたいなんで、はい、はい、来ました。見て、俺の宝、並んでますね、俺の、お宝、お宝が、これがいくらになったか非常に気になる。 20% だからね、通常 20% つかないから。そうですね、この時しかつかないから。店長、はい、よろしくお願いします。ただいまか、こちら査定になりまして、今回リーベルスと、はい、先ほどルアーも合わせてもいただきましたので、はい、全部で、全部で、35,000の買取になりまして、心からのガッツポーズが出てなりまして、手です。あ、そうかそうか、そうからの、あ、これまだ 20% じゃない、まあ、ここからのですよ、ここからですか。35,000の 20% になるので頼む、42,000での。きたきた、心からのガッツポーズ来てよかった、来てよかった、あ、来てよかった、マジでありがとうございます、ありがとうございます。ちなみにちょっとやっぱ気になるね、お宝 ね、いくらな、なんぼなったんか、まあ、ちょっとじゃあ、はい、めちゃくちゃ使ってるこれ、はい、これすごい動画で使って、見覚えあるでしょこれ、はい、これいくらですかこれ、はい、メダニウム GC-SD ですね、はい、それは通常7,000の買取なんですけども、7,000のところを、はい、ところを、8,400円に 20% だったんです。たまんねえなおい、たまんねえなおい。で、こっちですよ、こっち、カルカタコンケスト GC-200 ですね、はい、これもすごいお宝、はい、15,000円ついてます。おお、から20%で18,000円になります。たまんねえなおい。いやー、リールってそんな高いんですか。高いですよ。ただ状態と人気にあります、ね。やっぱ一番感高いね、買い取り。これ嘘じゃないですよ。大丈夫です。嘘じゃないですよ。通常通り買っております、ね。なるほど。いやー、たまんねえ。たまんないです。たまんねえ。あ、ちなみにルアーとかどうなってるんですか、はい。ルアーは。ルアーも気になるね。はい。箱に入れて狙い入れてるんですけど、はいはい。やっぱ大きいの気になるっすね。これ、いいですね。これ。これいくらですかこれ。これ結構高いんで、1,500円です。これが千、え、20%アップで。で、ここから20%。こっから20%。20%。時が止まっちゃってる。もっと持ってくればよかったな。実は根こそぎ俺持ってんすよ、もっと。はい。実はもっと持ってたんですよ。これタイニーがない頃、根こそぎめっちゃ使ってたんで。あー、マジか、もう一回来るか。また次回持ってきてください。来ちゃうか、これ。ちょっと状態悪いのか。状態悪いです。はい。結構使用感のここ1個でも250円では結構買い取りになりますね。これ 20% アップの状態で、ただ 20% アップなんで300円になります。やばいねたまんねえなおい、これやっぱキャンペーンっていいね。そもそもの一番感買い取り高いからね。高いのにアップです。さらにアップアップだからね。財政難の人来てくださいでみんなここでこうやってね、こうやって祈りながらの歓喜これみんな味わってください。心からのよっしゃ、そう心からこれ釣り人しか味わえないよね。
このドキドキ感で、これ習志野店でも同じことやってますから、習志野店で、歓喜してもいいし大宮店で歓喜してもいいし、うん、ただあれなんですよ、せっかくなんで、はい、コロナ明け、自粛明け、緊急事態宣言明けなんで、ちょっとこれ今歓喜したんですけど、日立のサービスやります。そんなのあるんですか。あ、やるやるやる。これまあいくらで出すか知らないけど、はい、この動画、日立の動画を見ましたと言った方、まあこれディスプレイされた金額から2000円オフ、はい、お、これどう。いいっすね。これ俺が自腹切りますから2000円落としてね、はい、うん、日立の動画見ましたって言った方だけ。しかもこれ2個あるんで、大宮店と習志野店2個ずつ置いてもらいましょう。お、大丈夫ですか。大丈夫ですか。ちょっとね、これどっち行くか分かんないですけど、ツイッターか、あれブログでしたっけ、なんかサイトでしたっけ。そうですね、ブログ、ブログ書いてますので、うん、そちらにあげると思います。それでちょっと確認してもらって、もしくはツイッターとか、アカウントフォローしてもらえば、もしかしたら情報出ると思う。そこでねチェックして、これ欲しいなっていう人、2000円オフで欲しいなっていう人はね、まあ、キャンペーン始まったらディスプレイされるんですか。そうですね、キャンペーンの時に店頭流れますので、うん、その時にあの私のチャンネルを見ていただいたお客様で、見ましたと声をかけてもらえましたら、まあ割引させていただきますので。なるほど、じゃあちょっとね、そんな感じでよろしくお願いします。はい、はい、またお願いします。よし、こんだけあればリール買えるでしょう、はい、うん、リールも LINE も買えるっすね。あとルアーも買える。ああ、そうっすね、うん、ちょっとね、実は目星いいもの見つけてたんで、はい、ちょっと軽くパンパンパンってピックアップしましょう。はい、うん、ちょっと時間もないんでね。 OK。 ちなみにね、これ早速なんだけど、ここにねピクロあるんですよ。ピクロってなかなか売ってないでしょ。売ってないっすね。実際俺これ見たの初めてなんですけど、売ってるとこ見たの初めてなんですけど、これ欲しいけど1点しかないから、はい、俺はちょっと買うの諦めます。見逃してやるよ。見逃してね、ちょっと欲しいのがある。まずこれ、あーまさにこれね、すごい使えるんですよ。そしてね、これ、あ、うん、これからですね。もうね、ガチガチのガチ、ガチガチのガチ、ガチガチのガチ。あとね、もう一個あるんですよ。もう一個、それじゃない。あー悔しいわ、今のバルナ、ガチガチのガチ。もうね、無駄遣いしません無駄遣いしません、もうね。はい、というわけでね、今日のメインイベント、メインイベント、メインイベントだけど、もうね心決まってますもうずっと変われないかな、変われないかなって心配してました。本当に俺リールないから、買わなきゃマジ明日から釣りできないんですよこれ、これ買います。それですね、これ買います。見て、値段、買えっから、買えっから。あー、買えますね。買えるでしょ買えますね、買えるでしょ。これ全部買っても買えるから、お釣りが来ますね。お釣り来る。ただね、これだけじゃバスできない。そうっすね。LINE も買っちゃおう。LINE も買っちゃいましょう。一番か、LINE 安いから。ピンクの札と一緒にお持ちください。ここに。ピンクの。もう抱えきれなくなってきた。もう誰にも渡さないこれ。マジ。で LINE。恒例の。うん。もうね、一番か LINE 安いの分かってるから。うん、もう俺。まあまあ一番缶マスターだからもう買うの決まってます。これ、お、高いの買っちゃう。高いの買っちゃいます。いつもはこっちなんですけど、いつもはそっち、こっちなんですけど、やっぱね、あとリール買う時ってなんかちょっといいライン欲しくない。一発目はね、一発目いいラインつけたくなっちゃうでしょ、はい、まあ、俺もやっぱ釣り人なんで、はい、いいのつけたくなっちゃう。だからこれで買います、はい、買ってきました。ちょっとね、店内がわちゃわちゃしてましたのでちょっと撤退ということで。はい、日立の新しい武器新しい武器、俺の武器がね、今度からこれめちゃくちゃ動画に出ますからこれしかないですか。これしかないから余裕で全部変えたね。余裕だ。お釣り来ちゃう、お釣り来ちゃったからなんで、このキャンペーン使って皆さんもね、ホクホクして、バス釣り春から楽しんでもらえればと思います。まあ、財政難の人はリアルにね売っちゃってもいいと思うんで俺みたいに。で、これ新しいの武器変えるんで、はい、はい、じゃあこれで今度から頑張りまーす。じゃあ帰ります。あ、またね久しぶりの動画だから帰り方忘れてるな、もう。買い物終わったんですけど、ちょっとね、ガチャ、お釣りでね。そう、お釣りで。一番館さん、ガチャすごいらしいんで、はい、最低5と。最低5と、うん。ただ、当たりの確率がやばいと。やばいです。ただ、本当にやばいのかどうか、ちょっと、リアルマネー。リアルマネー、ガチマネー。これもガチマネー。まあ、査定でね、まあまあもらったんで、はい、これちょっと、どっちか。課税どっちやったこと。結構回してるでしょ、課税。結構回しますよ。だって、この一等の下見てください。
いるな、アンチ。ダウズスイマー。あー、でもこの辺欲しいな。この辺欲しいな。これもいいね。三頭もいい。三頭狙おう。三頭です。頼む。今日はついてる日であってくれ。いきまーす。カモン。さあ、ここで日立野の2021年の運試し2回目。1回目は1月4日、中途半端でした。今回は、やった。まあでもね、高確率ってことは2回に1回当たるっしょ。そうっすね、はい、2回に1回当たんなかったら、これちょっとね、さっきの査定の金額で訴えようかな。あ、だいたい弁護士って1回の相談無料だから。1回目無料っすね。1回無料だから、もう1回上、もう1回上いきます。お、逆にこっち行ったらもう1回5出るかもしれないから。はい、出ました。いくよ。ちょっと色が違う。今度黄色。黄色、黄色勝ったな。勝ちました。地毛ですか。え、これ一等もこれ、こういう。あ、なるほどね。 OK。 やめたいですね。はい、ドン。さっきのガッツポーズしてた人とは思えない。残念、もう明日のジョーみたいになって真っ白に燃え尽きたわ、これ。この後また選手控えてるんで、はい、ちょっと他の人に期待しましょう、ね。まあでも後藤もこれなんかちょっと後ろから聞こえるな。圧がすごいですね。あ、決して後ろには回さない、はい、でもこれ後藤、これもなんかハズレ言ったけど、後藤も意外とすごい、はい、なんかやっぱね、質量を求めちゃう。まあこれサイズ感、なんかうるさいね、なんか、ね、なんかピーピー。もっとゆっくりやっちゃおうかな。もっとゆっくりやっちゃおうかな。あえての、あえての。ピンクかわいい、ピンクかわいい、かわいい、かわいい。これとかさ、なんかちょっとオリジナル、なんかハンドメイドっぽいんだよ。ああ、いいっすね。かわいい。サラさんなんかマジで言われるかもしれない。そう、怖い、怖い、怖いから。あー、ちょっとな、でもちょっとマジで、あーあーあー、くそ、時間が生まれると。ちょっとガチャ、ちょっともうね、もう遅刻したから何も言えねえんだ。遅刻した身分だからね、何も言えねえんだ。土下座してました。土下座しちゃったから、土下座しちゃったから。